はい、そしたらまあ次の話題に行きましょうか、はい、あと2つ残ってますのでどちらでも。ナポリタン、ナポリタン、ナポリタンね、これ今、はい、大阪高校のまあ教師さんですね、200回近く職場を離れ懲戒免職、当たり前やな、そんなもん。これ誰か知ってる、名前出てたよ、もう出たもん、これ別に新聞報道出たからええと思うわ。ほんま、あのオリンピックでヘノカッパー言うて斎藤監督のに言われた言うて、あの柔道の石井さんとおったやん、はあ、あのお父さんだよ。え、お父さん間違いないよ。そうなん、お父さん、あの覚えてる、あの後々格闘家になった、ああ知らん知らん、あの北京オリンピックで、北京オリンピックだったね、あれ、いわゆる、金メダル取って、夏のオリンピックの方が北京の、それで金メダル取ったやん、うん、あの重量級で、うん、うん、その時にこんなとんのへのかっぱ、そんな斎藤監督に言ったら怒られますよ、柔道の亡くなった斎藤さんね。あ、でもう新聞にこの方は言うて69歳かなんかで、ね、年齢63ですか、あ63、うん、でそれであのまあ198、その分給料低いんだけどね、おそらくねこの方ね、うんうん、仕事柔道もやってるの、このお父さんね、うんうん、柔道をやってることね、うん、要はこれ言うはね、武道をやってる人はね、全部とは言えへん、うん、武道をやってる人はね、うん、もうきっちりしてるから、仕事もきっちりしてるのね、うん、僕これは一概に言えんと思うね、うん、武道は武術という事実を覚えてもね、うん、私生活のね、うん、そういうような、あのなんていうの、仕事での、これ自分のね、うん、暮らしていき方とかね、うん、仕事の仕方というのは、まあ、切り離して考えないと。そうね、逆に仕事一生懸命する人はね、うん、別に武道してない人もおるもん。そうですよね、武道一切仕事せんけど、武道一切せんけどね、仕事が、うん、仕事はすごく真面目で働く人おるもん。だけどまずね、うん、まあ、あの申し訳ないけどね、うん、僕らのこういう仕事よりまず言うのはね、うん、歩合制で、例えばこの BS 吉本しますよね、はい、これ一回やってなんぼです。そうですよね、で会長に言われました、うん、あんまりギャラ出さんけどごめんなーって、まあ、ね、うんうん、前置きされましたけど、はいはいはい、ね、ギャラ出さんけど一回150万ずつぐらいくれんやろ。いたしません、無理です。あ、そう、これ変わってますよ、みんな変わってませんから無理です、はい、まあ、あのこの方ね、うん、あの去年の、まだ4月から、ね、12月にかけて、ね、勤務時間直して199回離れて、うん、およそ700時間職場離れたということなんですよ。700時間ってすごいですよ、ね、まあまあ、京都市内の大阪市内の商店街を訪れて買い物したりとか、テーマパークで銭湯に行ってたとか、まあ、もうむちゃくちゃやったみたいです、まあ、これが問題になってるんですね。問題ってね、はい、俺これ確信犯や思うわ。うーん、だから、まあ、仕事舐めてんねんね。ああそうか、あの例えば微妙に、ね、あの体そんな悪いのに今日しんどいねんっていう休む人もいることない。それよりもっと立ち張りね。うーん、そんなとこに行くまだ元気さがあんねんもん。そうやね、うん、でだからその一応まあ、まあ、罰というかね、職場を離れた時間分の給与およそ150万円を返還させるという、うんうん、まあ返せということで、はいはい、そういうもんではないですよね。いや、あの気づかれたから返すっていうのはいう、そういう問題ちゃうよ。そんな極端な理論で言うたらね、うん、お金財布盗むわね、スリカの中で盗んだでバレたわね、うん、返すがないと許してもらえる。ない、そらない、まあ極端な例やけど、それはちゃうやろ。なあな、その要するに行為行動がダメなんや。でこれ先生でしょ、嘘でも、うん、これ先生という立場でこれはどうかなと思うのに。いやこれね、うん、先生いうのがね、本当はこれ問題になってるのがね、うん、要するに学業でね、うん、あの要するにまああの教養とか教えるわね、学校の学習、はい、もちろん学習をさして、うん、まあ、多分何社会と社会のじゃ国語を、はいはい、国語を学習するような能力があってもね、私生活のね、またね、学習は別やもんよ。これは人生学というやつなんよ。人生学ね、人生学と学問は別。そうやね、あの非常にこれを一例で挙げたらね、うん、よく受験勉強してね、うん、まあ、どっかのお父さんお母さんがね、うん、もっと希望校に入りたい希望校に入りたい、すごい受験で、ね、まあ、いい大学とかで、ね、なりふり構わずよ。ほんならその子、うん、学校受かったと、うん、一流大学になり受かったと、うん、ほんならまあその子がね、行儀も何もできてないと、挨拶はしないしね、あでまあ陰気無礼な行動を取ると、うんうん、でも親にしたらね、希望校に入ってうちの子ようやったやろということがね、あ、流しあるよね、最近ただ多いんです、うん、これ多いんです、うん、うちの会社の社員でも言ってます、はっきり言いました、うんうん、まあ、誰とは言いませんけどね、うんうん、S キというやつですけどね、うん、S キというやつなんですよ。僕のあのマネージャーもしてましたけどね、はいはいはい、よくね、僕会社もね、はい、使ってるなと。うちの会社いい会社ですよ、はい、あれよその会社だったら、ね、自動車の一流メーカーでね、うん、ちょっと輸入車がなんか売ってるメーカーでショールーム立ったらね、うん、あの奥さん連中怒って帰りますよね、あんな無礼な音があったら。車の説明だら、あ、何ですかみたいな言ってね、ただただあの男 あの塗料はエロいだけやないか、はっきり言って。で、そういう、これ彼はものすごい学校行ってるのよ、それ一年なんだけとか言ったらね、
その山にこもってまで勉強してんよ、あの和歌山の小屋さんにこもって。おそれすごいな。で一回一浪して入って、で僕希望会入りましたけどね、ほうほう、あのお父さんお母さん、それも結構その前にね、はい、お父さんお母さんしつけしましたかと。なるほど。これもっとレベルの低い話なんよ。すごいレベルの高い学校行ってんのにね、しつけできてないのよ。いや現にあるやん、まあ、あのものすごいね、びっくりするようなレベルの高い学校入ってんのにね、いやいや、そんな普通のね中学生でもちゃんとするやんいうことできてないもうおるんですよ。がっくりする時はね。ほんでこのね4月から新入社員の方も聞いてほしいんです。まあありましたからね、はい、正直でね、はい、挨拶するのは当たり前です。挨拶な、これまず挨拶したいのね。うーん、おはようございます、これ挨拶、おはようございます、うん、おはようございます、こういう方いらっしゃいませんか。なんかほんで挨拶せなあかん、いや僕しましたよってこういうのよ。まあ言うわね。ほんだあそれもっとえげつになったらね、こんなん先おんのよ、うん、ほんだそれをね今の会社はね、うん、それを注意したらパワハラやなんか言うの、ね、パワハラか、お前君前やったらね、君ちゃんと挨拶せよと。それパワハラ、ありがとうございます、うんうん、いやそれをね、うん、君なんかお前あなんちゅう挨拶せないと、もっと大きな声でちゃんと挨拶せんか言うと、これ間違ってない、これ僕はっきり言いますよ、この注意したら何にも間違ってないです。間違ってないね。そいつはね自分がねそんな挨拶してるにもかかわらずね、うん、僕怒鳴られましたと。え？僕ね、そうなの？いやちょっと誇張してよ、僕挨拶せんかいとちゃんとせんかいってぐわっと言われましてんと。で言い方かいで注意した方がね呼ばれてね、うん、どんな注意し方してんの、まあ、どんな聞いたことおかしいでしょ、悪いことしてんのにねどんな注意の仕方をしたと。でまあパワハラまでできるんならね逆にね、うんうん、まあそんな言い方せん方がええとって言うからね、ほなその言われたそのどんな注意の仕方したって言われてる先輩社員もね、うん、まあそれそこそこ落としてたら子供さん持って学校も行って家のローンもありません、うん、こんなしょうもない男のためにね注意してね、俺今更こんなね会社でちょっと頑張ってんのにね、こんなやつのために棒に振るのはアホらしいわと。そうわね、俺この気持ちわからんことないんですよ。わかります、こんなアホみたいなやつね、うん、別にそんなだけそんなやつにかけてパワハラやとか言うのよ。言うやろな、ほんまのパワハラもあるよ現に、せやとね、うん、あほんまにパワハラもあると思います、うん、せやとね全部が全部一概にパワハラと言われ、だから都合悪なったらパワハラやパワハラや言うてね、ほんならね、うん、だんだん先輩初心が怒らへんなるから、ほんなら今度その新入社員の社員がね、いや僕怒られたことないって、いやこれおかしいでしょ、僕注意されたことない、注意されたことないんですと。今これ世の中どうなってますよく聞くんですよ、うん、ほんで誰々さんってね誰々も厳しいやろ、いやものすごい優しいですよ、からおかしいな思って、その誰々に僕聞いて、ほんならね師匠と僕あんなやつのためにね、うん、自分子供を持って家のローンもあんのにね、アホらしい、アホらしいのに注意もできませんわと、うん、これどこの会社もあるんちゃいますか正直言って。なるほどなるほど、これなんかあるような気がするんですよ。なんかね、なんでこんな世の中になりました？今世の中がね、なんかやっぱりね、うん、悪いことは悪いんですよ。そうですよね。でね、ある方が有名なこと、ええこと、僕ね、うん、このこと忘れません。どう？学校いうのはね、うん、お金払ってね、学問を教えてもらって行くとこでしょ？はい。社会人はね、お金もらって社会勉強を教えてもらえるんですよ。お給料もろて、あの、社会勉強まで教えてもらえるんですよ。なるほど。それで注意されたで注意じゃないんですよ、うん、間違ってるから言われてんのね、あのんおかしいね、アドバイスには取らんの、えアドバイスとして、それそう取るんやったら問題ないの、だから今ねそれこそね、うん、飲みに行こうやいうのもわかんねんよ、ああそうか、悪気で言うてんの、悪気で言うたら言えないのもこう水かけるようになるわね、あほんで今度あの今度女の子男と女の間の場合でもねコミュニケーションが難しいのはね、うん、言い回しが間違うたらセクハラでなるからね、もう俺そんな変なにお金の家やから思ったらね、だんだん接点が外れてくるの。そうやね、あのねセクハラいう言葉ができてからね、接点がほら持ちにくくなったんちゃうかな思って、うん、今の若い方々が、うん、だってお声かけてやね、そんなんと私のそんなこと言ったらセクハラになりますとか言うやんか、うん、ほな冗談も言われへんなるやんか、うん、これどうなんそれは。ほなそれこそね、うん、あのこの前やったウィル・スミスのね、はい、あの奥さんことは奥さんの髪の毛の揶揄してなるわね、うんうん、あれはね僕パワハラと今セクハラかちょっと切り離したいのね、うん、あのまあクリス・ヨードが、まあ、トークインがスピーチで言うたわね、まあまあ、ほなねやっぱり口で言うたやつはね手出したらか、うんうん、やっぱ僕は大将の仕方本当はどうやってるの言うたらね、うん、ウィル・スミスもねなかなかいっぱい映画出てこれも立つねんからね、もちろん言葉で返さんと、そうその時グッと、もう一つはよ、うん、グッとこらえてね、僕はほんまちょっと言いたいことありますけど、やっぱり今日受賞されたことが嬉しいからって、ちょっと女房つらい思いしてるか分からんけど言ったらね、それは何かと意味分かるやつ笑うんですよ。ほんなら今度逆にウィル・スミスの言うてることはなんとなくね、かっこいいなって、そのやり方もあったんや。うーん、ほんならね、なんかこれもね、ちょっと世の中間違ってるね、うん、ウィル・スミスの気持ちも分かると、うん、カーッとなったら俺もあんなことする言ってるやつもおるんですよ。これは違う。これ使うんだったら今のロシアのやってること全部許されるやん、はっきり言って。そうですよな。
それ違うんじゃん。俺やっぱ向かう時嫁うちの嫁のこと言ってんだ、俺これ、これ通りませんで、ね、勘違いしてあげませんよ。子供さんのことであろうが、あの娘さんのことであろうがね、うん、あの奥さんのことであろうがな、それやゆとかされたってね、何ちゅううちの女房に失礼なこと言うねんって言うたらよろしいね。そうやね、それでよろしいね。おい今の言い方違うんちゃうかと、言論で、うんうん、けどそれをね、うん、結構人気もあった今言ったみたいに擁護すんねんよ、うん、なんかあのあれウィル・スミスがかわいそう、それはちゃう、うーん、まあ、俺ら人気もやからカバーせえへんよ、これは。そうだね、うん、なんか言葉で言うたら言葉で戦う方がまあ話としては収まるわね。いやそれ言葉で最悪ね、うん、言葉で言うと言葉で戦うとええねんよ。そうやね、それでもええねんよ。手出したなんでうちの嫁さんのこと言うねんね、ええねん。そうやな、あれを見たら明らかにいきなりパチンやから、うん、中にねダータが出てね、コメンテーターでしょうもないこと言うてるやつおってんや、うん、俺やったらグーで殴ってるなっていうコメンテーターおってんや。おう、俺そのコメンテーターもう最低や思ったわ。まだあの 俺がね女房のこと言われたらね、うん、グーやと、それ誰やとはっきり言います。この前自分でも言うとったわ。サンデージャポンで爆笑問題の田中が言うとったわ。うーん、俺田中もね、あのサンデージャポンいう番組であんなことなんて言うてんやもんね。あれ司会者や。うんうん、でその時、まあ、前のもがね、うん、奥さんの田中、あの萌さんのことね、あんな方に言われたらどないします。俺、金短いで太田が言うとったわけや。うんうん、ほんで俺我慢できんから、俺やったあの平手と事故でグーで言ってた言うからね。うん、こいつなと俺もて、俺これは問題ある。正直で。うん、なんか、傘かけてるやん、まあね、そんな、うん、せやな、なんか気短いとかあのいう問題じゃないと思うんですよ。暴力は関係ないからね。暴力はダメ、うん、ダメ、ダメ。だから先のパワールの問題で言ったらね、うん、新入社員諸君、うん、あのやっぱアドバイス、注意は注意として聞き入れてね、お父さんお母さんもね、サラリーマンの例えば親御さんね、お父さんいらっしゃったらね、あの注意でね、それはパワハラちゃうととかね、会社勤めする前にね、あのいろいろ聞き入れてください。あの僕はある警察官のこんな話聞きました。うん、警察官になった方ですよ、うん、で警察官の先輩の方がね、うん、明らかに警らとかはねちょっとタイムあったんですよ、うんうん、お前何してんねんと、うん、ちゃんとこの時間お前橋の中行ってなかったら連絡取られへんやろ、日本を出せないかってね、うん、うちの息子が怒鳴られた言ってますと言うて、その警官よ、うん、警察官の人がね、そこの所長に電話かかってきたと、うん、僕これどやねんと思うんですよ。そらもうなんかめちゃくちゃやな、うちの息子が怒鳴られたというわけよ。はあ。だからね、このね、世の中が今そういうことはもうそれ出てきてるからね。なんか寂しい話ばっかりな、それやったら。で、あの今それこそね、新成人で18人、うん、まだこの場面おいおい言いたけどね、うん、なんかやっぱり一応変なところ一応認められてるんですよ。認められた人は責任も取らない、もちろんな、認められてるのに責任だけ取らんとね、うん、なんか都合悪なさ、何々や何々や言うてね、うん、みたいなとこあんのがね、僕ちょっと今の世の中はもう都合のええ言葉にしないね、そういう面では。だからうちの会社の社員でもね、うん、あの僕はあんまり喋ったことないとこいうのおるよ。ほんで、うんうん、あの名前してんのか言うたらな、あ、いや社員知りませんね。ほんで、まあうちのマネージャー若いわね、うん、誰誰って僕喋ったことないですとか言って、コミュニケーション剥がれてんよこと自体ね。そう、今の言うた言葉が当てはまってるんですよ。なんかのね、冗談言うたら冗談言うてんのにね、うん、自分はこう受け止めたと。ほんで喋られるようになるやん。冗談って難しいやん、うんうん、難しいね。それセンスもあるし、なんか冗談、そうやろ、うん、けど下手なもんであろうがね、なんか僕に喋ってくれてると思わんと。だからこのコミュニケーション取り方はまあいろいろね方法あるけども、例えば普通にあのおしゃべりしてる中でね、うん、お前だけどお前こんなんちゃうんかとかいう言葉でも相手が傷ついたらハラスメント来たりになるやんか。だからその捉え方の前に、その前に例えばあの、家庭でなんかその話とかそんなんするとかね。いやこれね、これね、うん、ハラスメントとかいう言葉、僕は BPO も今あるわね、うん、業界で言ったら、うん、でこういう言葉でね、僕らの時代ってなかったですよ。なかったん。で、やっぱりね、時代がちゃうってよう言いますよね。言います。時代がちゃうって言い出したら、これ永久のテーマでね。うん、ほな今の時代がちゃうって、ほんな俺もお前の時代と違うんだと。ほんな今の若い人も時代通していきますよね。うん、時代がちゃうって、これ水かけるようになるやん。うん、でも人間やからどっかで一つにならんとね。うん、ほなこれ、今皆さん子供手当ってありますよね。うん、で、ぶっちゃけて、うん、今、そのある程度の年齢の方ね、うん、子育てた時ね、あの相方も僕も子供育てました。うん、手当なかったんですよ。うん、ない。ね、うん、で、できました、うん、だから子供手当て皆さんこれ当たり前じゃないんですよ。当たり前じゃないよ、当たり前じゃないです、これも本当に。ほならこれもらってる方は何ちゅうことに、お前からもらってないかよく分からないけどね、うん、もらってなくうちの子供は育ちました、うんうん、あっきり言うて、うん、ほんでそれこそね、まあ変な言い方やと収入もそんなない たくさんないけどね、狭い家住んでね、どない住んでたけどね、それなりに子供育てて、それなりに子供学校に行って、まあ そうですね、その子はそのなりに変な押し付けもできて育ってます、うんうん、ほならね、ものすごいいい環境を取ったからでね、その子がいい子かいうのも、これも一概に言えます。これもまた違うんです。で、いい学校に入ったから、うん、言うて、その子がね、
確かに知識はあるか分からんけどね、うん、人に失礼なこと喋ったり、うん、もし礼儀ができてなかったりする子も言ってることは事実です、ね、これ今の世の中ね、これすごくこれがねな どうしたらええんかな。もっとなんかまあ、昔ばっかりええとは言いませんけど、うん、今もいいとこあるから どうしたらええ、だ人としてっていう言葉で、それとね、うん、今のお父さんお母さんね、うん、ちょっと今の40代50代のまあちょっと若いお父さんとかで、はいはい、お母さんですよね、うん、息子とか娘の気持ちも理解してあげること当然これ大事です、うん、でもね、うん、理解するのと迎合するのは別です。あ、なんか息子の顔色見たり娘の顔色見たり、こんなんやったら娘喜んでもらえるのちゃう、何やろなそれ。さっき言うたね、イサバエってありますよね、イサバエ自分がね実際にやったとやらなかったら別ですよ、うん、食べ過ぎりゃあかんからやったけど自分は面白なかったと、うん、お母さんはこれ別にこんなんにな別やったって面白ないしちょっと高いんちゃうかとか、うん、そういう会話したらよろしいやせやけどね、あ、ええよな、お金出して高いお金出してもイサバエしたらええよなって無理に合わせる僕お母さんとお父さんの姿チラチラ見るんですよ、うんうんうん、ほんで今度また外国にお孫さん、うん、お孫さん可愛がるのもね、うん、猫がつくんですよ、猫可愛がるんでねだこれもねやっぱり子供もある程度の年齢だったら魂って雇って忘れないんです。ほんならね、いろんなことを例えばおもちゃ作ってくれたりしましたよね、我々のおじいちゃんおばあちゃんだったら。そうです、お金なんかそんなくれませんでした。ないです。今だったらね、ほんま小さい5歳ぐらいの子に7歳の子にね、うん、5000円下手したら1万円あげたりするんですよ。あげるでしょうな。だからそれが慢性化するんですよ。よく、ね、テレビでね、うん、新幹線のホームとか空港でジージーバーバーでね暮らしてきてるのがあるけどねそれはほんまひょっとしたらですよ、はいはい、中に僕ちらっと聞いたことあるのがね、はい、飛行場からジージーで首根っこに抱きついたら1万円みたいなこと言う親もおるんですよ。あ、ほんでおじいちゃんおばあちゃんもらえるからあってんのかっていうのよ。ああ、そうやないもんね。まあ、ある じいちゃんとじいちゃんとばあちゃんあげんかったんですよ。ほんな息子が、うん、そのお父さんお母さん自分の両親呼んで、うん、正解を変えてきたら何や、え、な親父によ、おかんに何やねんだ、何もなんかしてやれよお前、なんか何もあげんの、いや俺だって年金でな、やっぱりそんなんおにおいね、何やお前下うち帰ってこんのよかったもん、なんかな子供やよその子供みんなよその子供みんな持ってんねんな、なんかやれよお前子供みたいに寂しそうな顔してるわな、言ったら、まあそのお父さんお母さん無理して自分のなんかちょっと節約して2人で1万円ずつ子供にあげたらしいけどね、それどうですか。いやそれは間違いよ、それだから、その子供がまず間違ってるもんね、うん、してやるよってね、ほんな子供ってそうなるやん、ほんならね結局ね、そう似てるもんね、そう、その子供がまずね、そのお父さんのそのまず親になってるこの親、うん、40代か30代かしないの、うん、この親が間違ってるもんは、そうやな、なんかしてもらえるとかもまずもらえる、あ悲しいなそれ。ほな僕あるラーメン屋さん入ってね、はい、宮古島大阪、うんうん、ラーメン入って僕と女房おったら、うん、こっちお姉ちゃんと弟にほんとおったらおじいちゃんおばあちゃんおったら、うん、全部食べ終わってラーメンよ、うん、これで今日これで終わり言うたらおじいちゃんおばあちゃん目を泳いでんのよ。ほなこれで終わりだ、うん、ラーメン、そうなよ、ラーメン食べさせて、ほんならこれで終わりっていうのをね、ほんならものすごい変な間があったよ、ほんならこれなぁ言うて、ほんなら見てるわけよ、どっかコンビニとかなんか行ってなんか買えやと。ああ、そうか、だからなんか目当てになりだしたらちょっとね、それでもね、それでもいいからね、でも来てくれよ、じいちゃんばあちゃん、いや寂しいわそんなん、でも現実はそうやで。ああそうなんや、これで終わりは分かる。だからコマーシャルでもね、僕ちょっと嫌なんかね、なんか保険みたいなんでね、うん、お前たちには迷惑かけないからないのあるやん、僕あれってあれも俺嫌やな、迷惑かけないと親やで、迷惑かけたらいいねん、あれ何やろ、ああいや分からんね、ああところでまたね、 BS 吉本県の我ら男子のりおさんが阪神の監督だったらスタメンはどうしますかって、今日の山は掛布やね3番藤田平やねあれ1番真由美やね、ああでまあできたら5番支援やね、5番ラインバックやねラインバックやねいやそれぐらいするともう勝たんって、まあまあね、それぐらいには俺だからデコ入れてそういうことやもんな、そういうこと、いや正直言うと、いや今この番組で今のメンバー、いや俺それぐらい今の阪神のメンバー悪くないんですよ、いいいい、ただね、何ひょっとしたらテレビ見てもおったとしたらよ、はいね、俺今日ひょっとしたら負けんのちゃうかってね思った、ちょっとでもかけたら負ける、もうね一心不乱にやり、ま、負けも、負けも勝ちもね、そうやな、もうとりあえずもうがむしゃらにやって、結果は後からついてくると、そうやな、頭がちらっと脳裏よぎったらしたらあかんわ、
そうやん、ちょっと今脳裏よぎったよね、やっと。なんかな、もちろんファンあってのことやけど、ファンもね、そこまで大きく動きませんやんか。宮野監督、顔暗すぎるわ。あ、監督はね、とりあえず明るく、もっと明るく、この地域で近づくと、第2部が秋田が登場しますけど、秋田も見とってよ。